ぶりのドライブ動画。これあれだわ、クルーズのあれと、うん、ドライブ動画2つ撮れるわ。ここにグッチーが混じってないのが寂しい。まあそれ帰り道って撮れる。あ、これ俺全然この間運転したの気づかなかった。これこういうところに出てんだ、距離 30m とか前の車との。ああ出たよ。うん、それも切り替え。あ、それクルーズ切ったら切れるんだから、あ、覚えてない。モードで切り替えれる。なんか水温計2つ並べとるアホなやつがおったし。なんで？知らん。頭おかしいよ。なんか水温計、時計、電圧なんか言ってあるんやってね、メイン画面に。それ水温計2つ並べた。ここに水温計あるんや。でも、事業者のバスはさ、バッテリーよく変えるからさいいけどさ、俺らみたいなのは水温計は強くないから電圧計はすぐずっと出ててほしいわね。ああ、電圧計ね、そうやと思うわ。うちはほら自家用車並みにしか買えないからさ。そんな何派、どれにしてたの？俺何にしとったかな。ダブル水温計？俺はあんま気にせん人やから、ダブル水温計になってたらそのまま行くんや。別になんか帰るのはもうめんどくさいんじゃん。もう帰る押す、このモードのボタンを押すことさえめんどくさいから。ダブル水温計。ダブル水温計。あと尿素減ってるかちょっと気にして。ああ、ダブル。いらないことあるでしょ。いらんことあるね。普通名古屋一往復したらまあ一メモリとか二メモリっているんやけど、東京とか福井片道は減らないかもしれない。福井片道でだって100ちょいじゃないんだね。100ちょいやろ。なんわね、往復してくれやないんやけど。あ、でも名古屋片道、往復しても名古屋片道やもんな。ああ、いいね、気持ちいいね。気持ちいいけど、これひょっとして電子専用サスでもさ、下手になんか下手からもう触りたないよね。そう。書き壊れんかと思う。ああ。ハードソフトとか別に触んなくても、なんでやっていくんだろうこれ。ある程度だよ。でもやっぱハードです。やっぱ俺ハードの方好みはね。教官はソフト派やったね。ついてたの？707以降についた。ずっとだから6までしかないときに。他の会社のエレクトロニックサスペンションステッカー貼ってあんねえか、あれ見てああいいなあいいなあ言うことやうわー電子制御ついてるわいいなああの人喜ぶのがじゃあ電子制御さすと、LED ヘッドライトこの間巻き込みカメラもいいっつってた。あ、これもいいってなんせなんかそういうハイテク装置好きやからね。これシール剥がしてあるのがついてないんだよね。ああ、どうしたの？あ、それ？再塗装した時、あら、でも前のあったの。そうだ、あのシールは取り寄せれるのかな？そうじゃないの。お取り寄せやつ。あった方がいいよね。うん、かっこいいじゃん。なんか今日は低速車が多いな。仕上がってりそうな G ハン俺らもいずれああなるんだよ。仕上がった誰一番仕上がっとるか言ったらグッチー多分仕上がった G ハンなるかね。あなたもでも結構いいとこ来るの。いやいい人生充実した人はやっぱねいいとこ来るから。母ちゃんね、気が短いからね、どこでも怒鳴り散らすね、G ハンになって老害やねんけど、老害。ただ気が短いからさ、年取ってさ、ちょっとボケが入ってきたらどこにでも怒鳴り散らしてそうだわ。そんな、どんなイメージか知らんけど、俺そこまでじゃない。俺割といい人なんやぞ。なんかご飯屋さん行って髪の毛入っとっても別に自分でそーっと避けて食べるしさ、なかなか混んででも怒らんよ。あおいちゃんいいとこ来た、これどう思うよこれ」とかって言われたよ。年取った。いやいや言わん。そこまで3人とも生きとれればいい。このガキがなみたいな感じでさ、俺に同意を求めてきそうだわ。ない。このガキがなみたいな。そこまで生きとれればいいけど3人ともね元気にね。長いからね、緊張のバッグや。めっちゃ長いよね。多分今俺車止めにドカーンっていくもんね。その辺のやつを手に酔わせといてガッ、車止めにはガクガクいかなかったけど、クラッチとかもそれでガクガクいってますね。それはちょっとね、難しいね。